様、こんにちは。タロット歴25年目の大瀬姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、聖地で浄化中です。はい、どんどんこうね、空気がきれいになっていって、またカードの的中率がどんどん上がってくると思います。はい、今日はよく燃えてます、聖地はい、今日はですね、はい、3月の13日に魚座で新月が起こるんですけれども、この魚座の新月むちゃくちゃすごいです。何がすごいかっていうと、あの3月の20日春分の日、この日がいわゆる西洋占星術学的に言うと元旦なんですね。なので、まあ、宇宙の元旦、世界の元旦そういう言葉で表しております。そしてその前の新月もうね、大切な大切な、これから1年が始まるよっていう前の、ね、新しい始まりを表す新月で、この新月がまずは今太陽星座、これがまず魚座にあります。そして今回の月ね、魚座の新月、これも今魚座にあります。そしてあとは金星、もうね、恋愛キラッキラした金星、この星もね今魚座にある。あとは大きな星ネプチューンと言われている海王星、この星もね魚座にある。もうね、魚座祭りです。そしてまあこのね、今回の魚座の新月っていうのは、いわゆる6番目の部屋で起こる新月になっています。古いものから新しいものへ移り変わっていくとき。やっぱりね、浄化なんですね。そしてキーワードは、とにかくね、キラッキラした感じ。もうとにかくね、夢とか、恋愛とか、愛とか楽しさとか、そんな感じです。もうキーワードが。そしてまあ第6番目の部屋なので、生活習慣、ライフスタイル、暮らしっていうのが、うー、なんていうのかな、変えることができるって言えばいいのかな、新しい習慣を取り入れることができるよと。だから例えばまあね、新しくジムに通い始めたり、ウォーキングを始めたり、こういろいろな食生活なども含めて、いい習慣、新しい習慣を取り入れることで、また皆様がより幸せな人生を歩んでいくよっていうね、そういう時です。そしてはい、今日見ていくのはですね、前置きが長くなったんですけれども、まず今日見ていくのが、やっぱりね、皆様恋愛がもすごく気になると思うので、まあ、今の恋愛、そしてこれから新月始まる時の恋愛がどうなっていくかっていうことで、これはねカードを引かせていただいております。あとは今の状態、そして今回の魚座の新月で手に入ることができ、手に入るものは何ということで、あとアドバイスをまあ 5,6 枚ぐらいカードを出しながら見ていこうと思ってます。はい、今日選んでいただきたいのはグリーンのボトルか白のボトルかピンクのボトル、これ全部ソルトですね。もしくはこちらのカードからこうピンときたもの、グリーン、白、ピンクということで選んでいただいても大丈夫です。下の3つの種類はこれは共通して使っていくカードとなっております。はい、じゃあ左のグリーンのソルトさんから早速見ていきたいと思います。じゃあ見ていきますね。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあグリーンのソルトさん、お待たせしております。まずね、上の3枚が今の恋愛の状況、そしてこちらの3枚がこれから新月ね、新しく生まれ変わった時の状況ということで、まずはじゃあ今の状況から見ていきましょうか。はい、今の恋愛の状況は、おー、はーい、
ああ、なんかね、本当にすごいご縁のある、で、いわゆるソウルメイト、もうすでに出会ってるって出てますね。出会っているんだけど、なんかこう、今辛い状況なのかな？だからこう、なんとかね、あの人のことを考えないようにするとか、こう忘れたいとか、このね、辛い学びは何なんだとかね、思ってる状態なのかな。こうまだね、これだけしか見てないんだけれども、お相手様とこれはもう強いつながり、強いご縁、それがね、まずね、あるのは出ているよっていうのが、これがまずね、今の状態なんですよ。了解です。じゃあこれ後ほど見てみましょう。まずは、はい、こちらのカードで、じゃあ今の現状から、グリーンのソルトさんのね、今の現状から、これ全体的にです。まずは見ていきましょう。で、こう今どんなことが手に入っていてとか、なんかね、そういうことをまずは見ていけたらいいなと思ってますということで、じゃあね、要になるカードを選んでいきますね。はい、これです。じゃあ開いていきます。今の現状が、お庭というカードが出てる。はい、じゃあね、カードを開いていきますね。リング、クローバー、花。なんか、やっぱ恋愛がね、すごく。タワー。そしてここで庭。本か。複雑な恋愛の人も多いのかな。で、雲。太陽、すごいですね。そして釜か。あ、ごめんなさい。なるほど。はい。これ今の現状を、まずは、これ未来ですね。まずね、見させていただいてるんですけれども、なんかね、すごくこう、苦しい思いが伝わってくる。なるほどね。案外お付き合い長いし、なんか将来、いずれはこの人と一緒になりたいと思ってらっしゃる。でも果たしてそれが叶うのかどうかわからないっていう、こう、不安感、不安の方がすごく大きいのかな。でも今現在ね、あの人のことを忘れたいとか思いながらも、もう心の中に秘めてますよね、あの人のことがね。そっかそっか。なんかこう、もしかしたら今からね、未来の新月の流れの後の流れを見ていくんだけれども、もしかするとグリーンのソルトさんからすると、なんかもうね、この恋を卒業したいとか、このね、こう、こそこそと隠れるような恋愛は嫌だっていうことで、なんかね、バッサリと決断をしたい、白黒をつけたいという感情があるのかなっていうことがね、今なんとなく見える感じ。でもね、お相手様のことはむちゃくちゃ大好きなんですよね。だからこう、なんていうのかな、こう、決断がこうできないというかね、そういう感じなのかな、今が。わかりました。じゃあ未来の流れ、新月以降の流れがどうなっていくのか。ほう、なるほどね。新月以降の流れっていうか、まずこのね、ソウルメイトっていうね、カードがね、まあ、ここでね、なんかダブルで、意味はね、ちょっと違うんだけど、ダブルで出てるのがすごいなって思って、これね、私、流れ的には、自分の気持ち、辛い気持ちを、やっぱりこう、押し殺すのかなって気がするんです。やっぱり、私は僕はあの人のことが好きだっていう感じで、もしかすると、こういうふうにね、仮面を、かぶるような感じになるかもしれないけど、
あの人との幸せな時間を選ぶっていう流れになっていくんじゃないかなって感じがね、しますね。これがね、新月以降の流れ。じゃあ実際にどうなっていくのか見てみましょうね。ね、特に今回の魚座の新月はね、本当にテーマが愛とかなんですよ。で、自分の、ライフスタイルもとてもポジティブなものになっていけそうな時だから、こう睡眠の質を改善するとかね、そういうこととかももちろん考えられる。じゃあね、要になるカード、なんか早く出ましたねこれ。よいしょ。はい、じゃあまずは3。おお、道というカードが出ましたね。選ぶ、悩む、あーでも決断できるのかな、もしかするとね。はい、じゃあ上にカードを引いていきます。ワンちゃんが出ました。ヘビが出ました。リング、魚、クロス。もうここでね、庭が出ましたね。はい、ネズミ、鳥か、なるほど。はい、これがね、まあ、新月どんなことをね、こう取り入れていくのかとか、どういうふうにグリーンのソルトさんがね、変わっていくのかっていうことを見たら、決断するって出ました。でもこれ案外ね、苦渋の決断っぽく見えますね。そっか。ちょっと待ってくださいね。なんかこう、やっぱりこう、いつまでも、例えばね、奥さんっていう存在だったりとか、例えばあの人のパートナーっていうのがどうしても頭をよぎっちゃうのかな。それでね、こう辛さっていうのはね、やっぱり、こうなんていうのかな、忘れることができないっていうか、こういつも頭の中にあるっていう意味で、なんかね、体壊しそうです。すごく心配、精神面がね。でね、でそういうところで確かに悩みそうなんですよ。なんか私は、例えばなんだけど、私はいつまでもなんか2番目なのかなとかね、こうそういうことを思いながらも、でもやっぱりこう自分で強くこう決断しそうなんですよね。でその決断っていうのが、これもしかしたら、例えばあの人と、例えばね、結婚するとか一緒になるとか、こうそういうことではなく、あの人のそばにいるとかね、あの人のそばに入れたらいいっていう、なんかね、とてもこう力強いものを、例えば決めたりとか、もしくはこう一旦は将来のこととか考えるんじゃなくて、今っていう、この今の積み重ね、それを頑張っていくことによって、もしかしたら将来またあの人と再びこういうね、こう、まあ、結婚とか一緒に住むとか籍を入れるとか、そういう可能性ができてくるんじゃないかっていう、こう先のことを考えすぎるのではなくって、まずは一歩一歩二人の道を進んでいこうみたいな、そういうことがね、考えられるのかなーって感じ。こうどっちにしてもね、こう素直になるっていうよりは、こう強くなるイメージかな。なんかこう自分でこうするんだっていう決断ができそうな気がする。なんか魚座さんってね、もっとこうふわふわしてるイメージなんだけれども、このグリーンのソルトさんからすると、やっぱりこの恋愛に生きていくためには、もしかすると辛い恋愛をしている人もとか、複雑な恋愛をしている人多いかもしれない。だからこそ、この愛というテーマの魚座の新月、この時に愛のことを深く考えた上で、こう決断ができそうな、
そういう流れが出ているような気がします。ということで、うん、じゃあこちらのね、はい、カードを、うん、まあちょっとつらつらつらと5枚ぐらいアドバイスを引いていこうと思ってます。さあ、どういうアドバイスのカードが出ますでしょうか。じゃあ行きましょうね。よいしょ。はい、Ask you a angels。 はい、ここで No。 Oh, few months。Yes。 はい、うん、こういうアドバイスカードが出ました。うん、あ、はい、なんかね、とてもわかります。うんうん、天使様曰くなんだけれども、まず決断をすること、そしてその決断っていうのは、あの人の気持ちを聞くとか、あの人はどうしたいのとかを聞くっていうことはおすすめしないよと。むしろ自分の主体性、それを大切にしてねって言ってるみたい。そして決断をするとか、こう決めるっていうのは、急がなくていいと出てます。確かにこの新月で何らかの決断、決めることはいいです、決めることはいいんだけれども、それと同時に、あ、本当にこれでいいのかなっていう猶予期間、それはまあ1ヶ月、人によっては3ヶ月ぐらい、様子を見ながら決断してもいいんじゃないかと。で、なぜならば、あの人との関係がなんかね、すぐには劇的には大きな変化がなかったりとかするかもしれない。でも、こう目に見えて、あの人の愛情とか、なんかこう頑張っていける自分を見つけることができるのかなっていう感じがしました。なので、私が、まあ、今回このカードから見えること、感じることっていうのは、まずはあの人主体ではなく、自分がどうしたいかというの、これはね、決めていただくのはもちろんいいです。で、決めていただいた後の、例えば行動ですね。行動っていうのは、これはすぐに行動ではなく、猶予期間があった上での、その後の行動でもいいんじゃないかと。でも、行動する前にお二人の状況が少しずつ好転していきそうだよっていうことは、天使様が言ってるような気がする。うん、だからこうね、無理してこう頑張るとか、自分の心に反して頑張るというのではなく、うん、決めること、決めることはいいです。うん、決めることはいい。でも、その後の行動っていうのは、様子を見てねっていうことを言ってるのかな、うん、というふうに思いました。だからね、ちょっと待ってくださいね。そう、なので、なんかね、もしかすると人によっては、このなんかね、あの人と例えば離れるとか別れるっていうね、決断をしたいって思う人もいるかもしれない。もしかすると、もしかすると、で、それもまあ一個 の、 せあの決断だから、もちろんそれもいいんです。でも、このね、迷うこと、決断することっていうのも、おそらくすぐには回答が出ないと思うんです。なので、新月で自分の気持ちに問いかけながら、それプラス時間をかけながら、ゆっくりと決断をすること、これがどっちの決断になるかわからないけれども、ゆっくりと時間をかけていくことというのをおすすめいたします。はい、これがグリーンの方のリーディングです。よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあ白のソルトさん、お待たせしております。まずこちらのカード、今の白のソルトさんの恋愛の状況として、まずカードを選びました。見てみます。
すごーい。こんなにラブラブなカードが3枚とも出てるって感じで、うおー、すごいですね。恋愛運絶好調なのかな。いやー、なんかもうなんかね、抱き合ってますね。優しく肩も抱かれてますね。なんかもうこの2枚とか、なんかね、もうほとんど一緒ですよね。すごいなぁ。いやぁ、うん、なんかむっちゃくちゃ幸せそうに、まず今の現状見えますね。うん、もうなんか恋愛運、大絶賛中みたいな感じがする。うん、じゃあちょっと別の角度からも、まあ今の現状ね、まずは見ていきましょう。おお、すごいなあ。ちょっと待ってね。は要になるカードをね、うん、まずは選んでいきましょう。はい、要になるカード、はい、じゃあまずは開いていきますね。要、お、棺桶が出たね。はい、そしてユリですね。ユリと子供、花束、山、本、ハート。うーん、なるほど。うん、めちゃくちゃわかった。あー、了解。はい、あ、このね、白のソルトさんたちはおそらくお相手様とね、まあソウルメイド、もうソウルメイド、もう前世からの縁があるソウルメイド、いや、むちゃくちゃ愛し合ってると思います。あー、でも複雑な恋愛なんですね。なるほど。あー、なんか付き合いも長いですね。そっかそっか。で、妻バレとかはしてないとは思うんだけど、今ちょっと見張られてる感がありますよ。ちょっと心配ですね。ちょっと心配で、なんかこのお相手様にもお子様がいるのかな？なんかね、そういうところでも、この奥さんっていう人が、なんかこう、なんかね、こう子供のこととか、まあ、養育費とかなのかな？あ、まあ、養育費って別れてからだから、なんかね、子供のことで、なんかこう言ってくるというか、うん。そういうところもあるのかなっていう、こう子供ということを使ってって感じがするんですよね。まあ、言葉はあんまり良くないんだけど、っていう感じがしますね。っていうか奥さん気づいてるんですね、誰かいるなみたいな。そりゃそうだと思います。だってお二人の現状を見てると、こんなに愛し合ってるんだもん。こんなに愛し合っていて、気づかないはずがないと思います。いわゆるね、一緒に住んでる奥様っていう人がいるのであれば。なるほど、いや、お互いのね、愛し合っているっていうのはすっごくわかるんですけど、なんかね、それと同時に複雑な恋愛っぽい気がするっていうのも非常にわかりました。はい、じゃあね、これからね、まあ、とにかくね、この新月って愛がテーマなので、じゃあこれがね、これからの流れ、新月以降の流れということで見てみました。まあ、こっちもすごいですね。
おお、いや、白の、ねえ、なんかソルトさん、もう恋愛運むちゃくちゃいいですね。いや、もうあの人は相変わらず白のソルトさんをこれからも愛してくれるし、なんかこう、常にときめいてるというか、もう心の中がもうなんかドキドキしっぱなしというか、なんかすっごい思われてますね。むちゃくちゃ思われてる。で、もちろん思い合ってるんですけどね。なるほど。こういう流れが出ました。じゃあ、新月以降の流れ。じゃあ、どんな願いが叶っていくのかっていうことを、じゃあ見ていきたいと思います。ねえ、まあ、4つの星座が今ね、全部魚座にあって、本当に魚座祭りの状況なんだけれども、じゃあどんな願いが叶うのか。じゃあね、また1枚カードを取っていきますね。あ、ユリが出た。すごい。ここもユリだしね。よいしょ。まあ逆に。よいしょ。ユリ。なるほど。恋愛ですよ。そして、ネズミ。庭ですね。おー、素敵なリング。ワンちゃん。すごいですね、お二人。太陽出ましたよ。すごい、太陽とリングが出てる。ここでクロスね。鳥。大きいですね。いやいや、もうね、この白のソルトさん、すごいな。こう、どんな願いが叶うかっていうと、今、白のソルトさんが望んでいる恋愛の望み、それが叶うって出てるんですよ。で、それがどんな風に叶うのっていうと、こう、あの人とね、こう、一緒にいれる。で、一緒にいれるっていうのは、イコール、朝も昼も夜も、まあ、ね、昔、歌でありました、小林明子さんですよね。多分ね、若い方は 知らないと思いますし、私の年代の人も知ってるかなぐらいなんですけど、ね、なんか土曜の夜と日曜のあなたがいつも欲しいからっていう、このね、金妻でしたかね。の、あ、ドラマ私も全然知らないんですけれども、こういう、そう、土曜の夜と日曜も、この人と一緒にいれるよ、みたいな。で、それはイコールどういうことかっていうと、二人がね、このね、時期がね、出てるからね、時間かかるかもしれないっていうか、むしろ二人とも焦ってない気がするんですよ。もうゆっくりゆっくり進んでいけたらいい。いずれ将来、何年か経ってからでもいい。なんかね、君と、あなたと、もうなんか一緒になりたい。なんかこう、ね、日が当たるところ、なんかこうみんなに祝福されるような恋愛になっていきたいっていうふうに出ているんですね。で、それがね、これ時間がかかるかもしれないけど、叶いそうなんだよねっていうところが、いやー、これがすごいなーみたいな。なんかこう、あの人と、まあこう、これからの話とかもきっとね、いろいろされると思うんですよね。で、される中で、もしかすると2人は言葉にはね、もしかしたらきちんと出さないかもしれない。でも、お互いの思いとして、なんかこう、見つめている先は一緒みたいな。そういうすごいすごいすごい感じがします。じゃあちょっとね、今回のアドバイス、
ということで、まあ、カードを、まあ、5枚ぐらいこうつら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 っとこう並べて見ていきたいと思います。なんだけれども、うん、っていうかね、もう私がお伝えしなくて もう白のソルトさんはもうご存知だと思います。今はまだ行動する時じゃないし、今はされないと思います。今2人に必要なものはお互いに愛し合っているということ、お互いに信頼しているということ、その言葉をきちんと言葉に出すこと、どれだけ自分にとって大切な存在なのかとか、ね、あなたをとても例えば信頼しているっていうことも含め、なんかもうお互いの心の中がこう空っぽになるぐらいこうお互いの気持ちを伝え合うこと、これがとても大切なことで、結果的にはやっぱり2人がね、このもうよ、なんかこう周りの人も祝福してくれる、こういう関係になっていくよっていうことを天使様は言ってくれてるような気がします。というかね、もうここのカードがすごかったからですね、もうこのねリングと太陽、もうね周りの人が皆さんが本当に喜んでくれる、こうそういう未来が待っているのではないでしょうか。はい、これが白のボトルさんです。よかったら参考にしてみてください。ありがとうございます。はい、じゃあピンクのソルトさん、お待たせしております。まずね、今の恋愛の状況、カード3枚引いてます。これがねピンクのソルトさんの今の状況。好きな人がいるのかな。で、もしかしたら案外年下とかね、そういう感じなのかもしれない。かなり年下なのかな。だからなんていうのかな、このまま好きでいいのかなとか、アプローチ続けていいのかな、していいのかなっていうところで、なんかすごくこう葛藤があるような気がする。でもなんかもう心、ピンクのソルトさんがすごくもう心をあの人にもうなんか抜かれてるというか、なんか心を盗まれてるっていう状態ですよね。うん、心はもうあの人にあるっていう感じで、多分もうここまで好きだから気持ちは抑えられないんじゃないかなっていうのがね今の状況に見えるけど、さあどうでしょうか。なんかキーワードはなんか年齢差のある恋なのかなって気がねしました。ということで、じゃあ今の現状からね、またこちらのカードで見ていきたいと思います。目になるカードを選んでいくんだけれども、ちょっとねカードがストップというまでもう少しシャッフルをしていきたいと思います。うん、じゃあはい、要のカードを選んでいきましょう。はい、じゃあ見ていきますね。おー、ライダー、あ、なんか年下のあの人って気がしますね。
なんか最近出会ったばっかりとかね。ああ、なんか、あれですか、アプリとか、そういう感じで出会ったのかな。タワー。船。ああ、距離もあるのかな、もしかするとね。魚。ああ、そうですね。2は。はい、なるほど。はい、なんかズバリ年下のあの人 というカードが出ました。なんて言うんでしょう、コミュニケーションが得意な人だと思います。まあ、これピンクのソルトさんもそうかもしれないんだけど、あの人もそうで、案外ね、こう自分の世界というか、自分のネットワークを確立している人なのかな。もしかすると、それでこう自分で例えば仕事してたりとか、自分で副業してたりっていうことで、お金を得るところまで、その、なんていうのかな、その才能が、ね、まあ、いわゆる神からもらったギフトですよね。それを持ってらっしゃる方なのかもしれませんね、お相手様。で、もしかするとお二人は距離があるのかもしれない。でも、連絡は頻繁に取れているような気がする。というところまで出てるのが、今の現状なのかな？はい、わかりました。ということで、じゃあね、この新月から、じゃあどういう流れになっていくのか見てみましょうね。はい、これがね、新月からの流れでカードを出してます。おお、すごいカード出ましたね。ウェディング、ホー、メイクザエフォート、プレイフルネス。まあ いやー、これはね、あの人に今例えばね、連絡だけでまだ会えてないとかであれば、こう会えるような流れになりそうですよね。で、もしかするとご縁がそのまま続いていくと、なんかね、ハッピーエンドの可能性もなんかね、お、あるの？って感じですよね。いやいや、すごいカードが出ました。OK。じゃあ、まあ、魚座の新月ってね、特に今回は魚座に4つも星が入っていて、もう愛とかね、もうなんかロマンとか、もうそれを表す星なので、やっぱもう今回全部恋愛でしたね 出てたのがね。はい、じゃあこのね、新月以降をどういう願いが叶っていくのかっていうことを見ていきたいと思います。い、じゃあ要のカードを選んでいきますね。はい、じゃあ開いていきましょう。さ、すごいね。これ全く同じカードですよ。このカードとライダーと、よいしょ。いやー、これ全く同じカード。すごい。すごいですね。なんか、あの人のことで、ね、願いが叶うと出ている、年下のあの人のこと。で、家のカード。タワー。ここも全く同じところにタワーが、同じカードが出てますね。すごいぞ。ピンクのソルトさん。このシンクロすごい。手紙。おお。星。ああ、やっぱ会えますね。あの人の家に行くのかな？で、ここで本。はい。釜。花束。無知というカードが出ました。おお、なるほど。なんかこう、あの人の、まあ、近くに行くとか、まあ、もしかするとね、二人が遠くに住んでらっしゃるかもしれないから、そういう意味ではね、今回、会いに来る、会いに行く、
まあ、どっちだろうな。でもなんかね、合いそうな気はするんですよね。そして、ピンクのソルトさんが、やっぱこう、恋愛に対して、何かこう、嬉しい喜びが入ってくる、あの人とのことでっていうのがあるみたいで、ほう。で、あの人との関係がね、こう、より強固になっていくんじゃないかな、関係性が。もしかすると、一旦は、例えばね、会おうっていう話が、一旦はね、こう、ドタキャンになるかもしれないんですよ。もしかするとね。でも、ここで終わりとかじゃなくて、二人のご縁はしっかり続いていくから、きっとね、次に会う機会っていうのも、すぐ作られていくと思います。そういう意味では、二人は、なんかこう、ひそやかに続いていく感じがするんですよね。で、少しずつ二人の絆っていうのもこう強くなっていくような感じがしていて、で、この流れを見ていても、ね、出ているカードを見ていてもなんだけど、ピンクのソルトさんの、こう、願いっていうか、こう、努力、それがこう、叶っていくよとか、こう、あの人と会うとかですね、あの人に例えば触れるとか、こう、そういうこともありそうなんです。ってことはやっぱりイコール会うってことですよね。だからその流れになりそうな気がする。で、もしかすると、これはピンクのソルトさんなのかな？もしかするとね、ピンクのソルトさんはね、結婚をしているの人もいるかもしれないですね。ピンクのソルトさんが。だからもしかすると、ひそやかな恋愛として、こう続いていくような感じになるかもしれない。もしかしたら、こうピンクのソルトさんのことを表しているかもしれないし、もしかすると2人の遠い未来の可能性としてないことはないと思いますよ。本当にね、こうずっと続いていったらっていう可能性もあるんじゃないかなっていう、なんかこう夢が本当にあるカードが出ましたね。じゃあ、アドバイス、こちらのカードから5枚ほどカードをこうね、つら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 と並べていきたいと思います。い、じゃあ見てみましょうね。はい、レッドゴー出ました。はい、If you believe。 はい、Not a lifetime ですね。 Oh, be assistive。 はい、 Few weeks です。 Weeks ですね、すごいね。 Few weeks だね。はい、これがね、もうアドバイスでまず出たんだけど、なんかね、このレッドゴーっていうのはすごく、なんかね、わかるというか、今、私はね、案外この年齢差っていうのが、私は今回こう気になるキーワードだったんですね。だからこう、そういう、今ね、風の時代だし、なんかね、年齢とか、例えば国籍とか、まあ、それこそ、まあ、ジェンダーですよね。こう、そういったのとか、なんかもう全部手放そうよみたいな。例えば私が年上だからとか、こんなに年が離れてるからとか、もうそういったこといらないいらないみたいな。もう自由に行こうよみたいな感じをまずね、天使様が言ってくれてるような気がします。そして、会いたいとかね、会いに行きたいとか、それをね、言ってもいいんです。言ってもいいんだけれども、そこはね、まず自分のそのネガティブな思い、それを手放してからですよ。手放してから、あと手放した後に、まあ、数週間ですね。もしかすると、まあ、宇宙元旦が過ぎた、3月20日過ぎた後、人によっては4月の上旬とかそういう人もいるかもしれないけど、そのあたりの時に、なんかこう、ようやく、なんかね、私は僕は会いに行きたいんだけどとか、会いたいな、みたいな。その言葉を言っていいのはその時だよ、みたいな。
私はこのね、be assertive っていうのは、まあ、自分の主張を言うっていうのは合うっていうことじゃないかなと思うんですけれども、その気持ちっていうのは、うん、ご自分からお相手様にお伝えして大丈夫だよっていうふうに出ています。あのね、そう、一個気になるのがね、体調面がね、実は私は気になっていて、そう、なんかこういろいろとね、うん、このね、こう体の両方ですね、精神面も体力面もかなりこう頑張りすぎちゃう部分がもしかしたらあるのかもしれない。例えば夜遅くまでお相手様と例えばやり取りをするとか、そういう感じでこう体のこうバランス、疲れが取れなかったりとかっていう部分が気になるので、頑張りすぎないようにというのも、うん、今回はね、私は気になっていましたので、おそらくこの恋はなんかこうあって、そしていい方向に行けるんじゃないかなっていう風に出てるような気がしました。はい、これがピンクのソルトさんのリーディングです。よかったら参考にしてみてください。応援しております。